災難なのだ。この問題は X プラス1の2乗が展開されている。これは簡単だけど、あ、メタン、こんな問題を出して何のつもりなのだ。それは違うわ。私も囚われの身。この問題の答えは知らされていない。え、そうなの。協力してこの問題を解きましょう。まあそれなら仕方ないのだ。それでこの問題は X プラス1の2乗を展開するのと同じように X プラス1の π 乗を展開しなさいと言ってるようだけど、これってどうやるんだろう。これは難問ね。一歩ずつ進んでいきましょう。円周率は約 3.14 なので3と4の間にあるわね。ふむふむ、そのあたりにきっと何かが隠されているのだ。 X プラス1の2乗を展開した結果はすでに与えられていた。続けて X プラス1の3乗を展開してみましょう。するとこのようになる。これは僕も見覚えがある等式なのだ。さらに X プラス1の4乗を展開した結果もここに書いておくわね。へえ、そうなるんだ。さて問題となる X プラス1の π 乗は X プラス1の3乗と X プラス1の4乗の間にあると考えられるわ。まあそれはそうだけど、何か嫌な感じがするのだ。これって本当に展開できるのかな。どういうことかしら。例えば X プラス1の3乗を展開するときのことを考えよう。普通に考えれば X プラス1を3つかければいい。途中の計算は省略するけど、あとはこの式を展開することで確かにこの結果が得られるのだ。この部分には X プラス1の2乗の計算結果を流用してもいいけど、いずれにしても基本的にはこういう流れだね。まあ確かにそうね。でも X プラス1の π 乗ってなんだろう。 X プラス1が π 個並んでいる。でも π は自然数じゃないから X プラス1を π 個並べることなんてできないのだ。なるほど、そういうことね。確かに π 乗というのは同じ式を π 個かけるという意味ではない。ここでは指数が自然数から実数に拡張されているので、そう簡単にはこの式は展開できないわ。何か別のアプローチが必要ね。うん、どうすればいいんだろう。ずんだもん、二項定理のことは覚えているかな。二項定理、ああ、そういえば N を自然数とすると X プラス Y の N 乗を展開した結果はこのような和で表されるんだったね。よく覚えていたわね。それじゃあここの係数は何かな。これは二項係数といって N 個の中から傾向を選ぶ組み合わせの数を表しているのだ。二項係数はこう表記されることもあるね。その通りね。じゃあなんでここに二項係数が出てくるかわかる。え、二項定理だから二項係数が出てくるってことじゃないの。いや、まあそうなんだけど、ここは大事なところだからちょっと思い出してね。ざっくり説明すると、例えば X プラス Y を5個かけた式があるとする。これを展開した式において X 2乗 Y 3乗の係数は何になるかな。この式を展開するときをイメージすると、例えばこんな感じに選ぶと X 2乗 Y 3乗が出てくるね。でも他にも X 2乗 Y 3乗が出てくるパターンはたくさんある。そっか、ここでは5個ある Y の中から3個を選んでいるから、5個の中から3個を選ぶ組み合わせの数だけ X 2乗 Y 3乗が出てくるんだね。そういうことになるわね。これで二項定理における二項係数の意味を分かってもらえたかしら。次にこの数は具体的にいくつなのかというのが問題になるけど、5個中3個を選ぶ組み合わせの数を計算すると、まず1個目は5個の中から選べる、2個目は5個から1個引いた4個の中から選べるわね。3個目は3個の中から選べる。ただしここで注意しないといけないのが、ここでは5個中3個を選ぶ組み合わせの数を計算したいので3個をどの順番で選ぶかは関係ない。順番による重複を取り除くには、まず3個の中から1個を選び、次に2個の中から1個を選び、最後に1個を選ぶ。このように順番による重複を取り除く必要があるということね。分母は階乗を使えばこのように表せるわ。そういえばそんなのあったね。一般化すると N 個中傾向を選ぶ組み合わせの数はこの公式で与えられる。ただし N 個中0個を選ぶ組み合わせの数は一通りとしておきましょう。以上が二項定理の復習ね。なんとなく思い出してきたのだ。次にこの定理において X と Y は任意なので X と Y を入れ替えましょう。するとこのような等式が得られる。ああ、なるほどね。今日の問題の答えが見えてしまったのだ。なんですって。早く教えてちょうだい。
は、そんなに慌てる必要はないのだ。y イコール1の場合を考えると、左辺はこうなって、右辺は y のべき乗が消えるね。これは1変数版の二項定理として知られている公式ね。ちなみに1変数版の二項定理から元の二項定理を復元することもできるわ。え、そうなの？まあいいや、続けよう。ちょっと左辺に注目してほしいのだ。この式は x と1が入れ替わってるけど、問題の式と同じ形になっている。ということは、ここで n に無理やり π を代入すると、このような等式が得られるのだ。左辺は問題に出てきた式であり、右辺はこれを展開した式になってるね。確かに面白い考え方ではあるわね。でも、k が0から π まで動くということは、π プラス1個の項が足されている？それってどういうことかな？それは、あと、π 個の中から k 個を選ぶ組み合わせの数ってなんだろう？この式ってよく考えるとその意味がよくわからないわね。そんなことを言われても。じゃあどうすればいいのだ？仕方ない。アクセスしましょう。え、アクセス？リーテノーモダンズ。うわ、何が起きたのだ？ヒントへのアクセスに成功したようね。これは、n 個中 n プラス1個を選ぶ組み合わせの数。なるほど、興味深いわね。ちゃんと説明してほしいのだ。 n 個中 k 個を選ぶ組み合わせの数はこの公式で計算できるのだった。普通ここで k は最大でも n までしか値を取らない。でもその限界を超えたらどうなるかな。 n 個中 n プラス1個を選ぶ組み合わせの数は公式に従って計算するとこのようになる。すると分子に0が出てくるので結果は0となる。この結果は n 個から n プラス1個を選ぶことはできないという直感にも一致するわね。はあ、そうなの？具体例を見てみましょう。公式に従えば3個中3個を選ぶ組み合わせの数は1となる。ここで選び出す数を増やし3個中4個を選ぶと分子に0が出てくるので結果は0となる。さらに3個中5個を選ぶと分子には0を下回りマイナス1が出てくる。そして結果はやはり0となるわ。これが何を意味するかといえば、さっきズンダモンが導いてくれた1変数版の二項定理において k を0から n まで動かす代わりに k を0から無限大まで動かしても良いことを意味する。どういうことなのだ？あ、でも確かに k 以外のを超えると二項係数が0になるから結局 n 番目まで足すのと同じことになる。これって実質的には有限はなんだね。まさにその通りよ。ということは、あとこの式の中で n が残ってるのはここだけなのだ。ここで n を自然数から実数に拡張できないかな。二項係数における自然数 n を実数 α に置き換えるとこういう等式が得られるね。ここで分子に α がたくさん出てくるけど、この積は α が実数であっても問題なく計算できる。ということはこれで二項係数を拡張できたのだ。あとこれまで通り k が0の場合は二項係数の値を1としておこうか。素晴らしいわ、ズンダモン。組み合わせの数としての意味を離れて二項係数を拡張できた。以降拡張した二項係数も単に二項係数と呼ぶのでご注意ください。誰に言ってるんだろう。これで1変数版の二項定理を無理やり拡張するとこのようになる。ここでは自然数 n が実数 α に置き換えられているわね。ただしこれはあくまで直感的な導出であり厳密な証明とは言えないけど、実はこの公式は解析学における強力なツール、マクローリン展開を使った結果の一つである二項係数として知られているわ。また少なくとも x の絶対値が1未満の範囲で収束することも知られている。ただしマクローリン展開についての解説をすると長くなるのでここでは省略させていただきますね。そういうことだったの？だったら最初からマクローリン展開というのをしておけばよかったのかな。そういう考え方もあるけどね。ただ二項定理の一般化という見方は直感的な理解を与えてくれるし、マクローリン展開というツールはその直感を正当化してくれるという感じね。まあ確かにマクローリン展開するとこうなりますとだけ言われても困るかも。ちなみに x と α は実数から複素数に拡張することもできるわ。もちろん α が自然数ならばさっきの理由から無限和は実質的に有限和になり元の1変数版の二項定理に一致するわね。最後に α に π を代入すれば問題の答えが得られるわ。やっと答えにたどり着いたのだ。それにしても展開した結果が有限和でなく無限和だったなんてひどい引っ掛け問題なのだ。まあ確かに
せっかくだからもう少し係数を計算しやすい例としてルート 1+x を展開してみましょう。ルートは2分の1乗と書き換えられるので二項係数で α イコール2分の1とするとこのような形になるわね。途中は省略するけど係数を計算するとこんな感じになるわ。ルートをこんな風に展開できるなんて知らなかったのだ。最後に二項係数がとある有名な公式の一般化であることを紹介しましょう。なんでそんなこと知ってるの？二項係数の公式において α イコール -1 とし x を -x に置き換えるとまず左辺はこのようになる。-1 乗は逆数を表すことに注意してね。次に右辺はとりあえずそのまま α と x を書き換えてこんな感じになるわね。また途中の計算は省略するけど答えはこんな風にとてもシンプルになるわ。あれ？これは等比級数の公式なのだ。ふふ、気づいてしまったようね。こうして結果を並べてみると二項係数と等比級数は確かに似ていることがわかるわ。もっと言えば二項係数は一変数版の二項定理の一般化というだけでなく等比級数の一般化であるとも言える。なんか最後に意外なのが出てきたのだ。いや、二項定理ってこんなに奥が深いものだったんだね。組み合わせの話が難しいからちょっと苦手意識があったけど、なんだか二項定理のことを好きになれそうな気がするのだ。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。